見張り兵、何が見える？雲の中だ。スカイリムは良い土地だった。ここはいい感じにくつろげる場所だったんだ。連中がお前を探してるんじゃなかったら、とっくにあの馬をかっぱらってハンマーフェルへとおさらばしてたさ。そこのあんた、こんなところに来たのが間違いだった。帝国が狙ってるのはこいつらストームクロークだ。これで固く結ばれた兄弟姉妹だな。そこ黙れ。こいつはどうかしたのか。言葉に気をつけろ。お前は上級王ウルフリック・ストームクロークと話をしているのだ。ウルフリック、ウィンドヘルムの首長の。あんたは反乱軍の指導者なのか。だけどあんたが捕まったら、なんてこった。俺たちはどこへ連れて行かれるんだ。どこに行くつもりなのかは知らんが、ソブンガルデが待ってるんだ。いやだ、こんなの嘘だろ。こんなことあるわけない。お前はどこの村の出だ、馬泥棒。どうしてそんなこと。ノルドは死に際にふるさとを思うものだ。ロリックステッドだ。故郷はロリックステッドだ。これはティリウス将軍、死刑執行人が待機しています。よし、さっさと終わらせよう。ヒョール様、マーラ様、リベラ様、キナレス様、アカトシ様、とにかく神様を助け。見ろよ、軍政府長官のトゥリウス将軍だ。それにサルモールが一緒のようだ。胸クソ悪いエルフどもめ、かけてもいいが、この件だって奴らが関わってるに違いない。ここがヘルゲンだ。昔ここの女の子に夢中になってね。ビロットは未だにジュニパーベリーを混ぜてあの蜂蜜酒を作っているのだろうが幼い頃は帝国軍の防壁や塔がこの上なく頼もしく思えたもんだがな。おっと、なんだよ、なんで止まるんだよ。どう思う。終わりだ。行くぞ。神様を待たせちゃ悪いからな。違う、待ってくれ。俺たちは反乱軍じゃない。死ぬ前に少しは秘骨を見せてみろ、コソドロメ。名前を呼ばれたら処刑台に進むのよ、一人ずつね。帝国は忌々しいリストが大好きでな。ウィンドヘルムの首長ウルフリック・ストームクローク。光栄です、ウルフリック市長。リバーウッドのレイロフ。ロリックステッドのロキール。俺は反乱軍じゃない。やめてくれ。止まれ。まさか。しかし命までは取らないよな。他に逃げたいものは。そこのお前、前へ出ろ。何者なんだ。悪い時にスカイリムに戻ってきたもんだな、同族よ。隊長、どうします。こいつはリストにありません。リストは関係ない、死んでもらうだけよ。ご命令通りに、隊長。気の毒に。だがあんたはここで自分のふるさとで死ねるんだ。隊長についていくんだ、囚人。
ウルフリック・ストームクローク、ヘルゲンにはお前を英雄と呼ぶ者もいる。だが声の力で王を殺め、王座を奪うような者を英雄とは呼べない。お前がこの戦争を引き起こし、スカイリムを混乱に陥れた。だがここに帝国がお前を倒し、平和を取り戻してやる。今のは何だ？どうってことはない。続けよう。はい、テュリウス将軍。彼らに最後の儀式を。エセリウスへ送られるナンジラの魂に八大神の慈悲あらん。タロスの愛のために黙ってさっさと終わらせろ。お望みのままに。おいおい、昼になっちまうぜ。我が父祖たちが微笑みかけてくれるのが見えるぞ、帝国。貴様らに同じことが言えるか。帝国の下道どもめ、裁きだ。ストームクロークにしよう。恐れを知らず生き、恐れを知らず行った。次はそのボロを着たノルドだ。またあれだ、聞こえたか。次の囚人と言ったはずよ。斬首台へと進め、囚人。抵抗するな。見張り兵、何が見える？雲の中だ。ドラゴンよ。Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe ya.